有力 OB が現社長よりも偉い。宮脇チャンネルが、はい、このカッコ仮になる前、ね、いわゆるバーンと、ね、なる前、新企画として始めたのが月刊正論、今月のお立ち読みのコーナー、伴走道でうっかり忘れておりました。すいません。このコーナーはこの手の論壇誌を手に取ったものをどこから読んでいいかわからない、まあね、前編文字だらけということもあってですね、でいてこうボリュームが大きいんで多いんですね、大きいで読み切れるのかなという声があってですね、まあここら辺からチラチラと読んでみると興味を持てるか持てないかが分かるかなという、コーナーです。正論の場合はですね、冒頭に郷田義家先生の、まあ、オチが出ちゃうんでね、こうそれいけ天安門とか、あの西原理恵子画伯のこう、まあ、エッセイコミックとかも載っていてですね、まあ、読みここら辺からお立ち読みいただくと取っかかりはよろしいかなと思います。そしてですね、私のおすすめする方法は、まあ、目次を開いて好きなところから読むっていうのがまず一つ。そしてもう一つはですね、パラパラっとめくってこの文字だらけの中でいくつかは必ず見たことがある文字とか、あ、ここわかるかなっていうところが出てきます。そしたらそこだけ読む。で、もう拾い読みで結構です。そうやっていくうちに、ちょっとずつ情報が蓄積されていって、ある時スッと読めるようになる。まあ、ただその前にですね、まずこれを、ご購入いただくか、それとも、まあ、今回見送りかなという、その判断する材料の一つにしていただきたいなというのが、月刊正論今月のお立ち読みのコーナーです。今月号はとにかく我らが安倍晋三首相の参戦を期待する、そして彼に何をやってほしいかということが特集になっております。で、今月号で私が一番まずここをお立ち読みいただきたいなと思ったのが西岡安治先生と、なんとこのライバル誌月刊花田の編集長の、花田和義さんの対談です。これですね、タイトルが左翼リベラル文藝春秋の自滅。今時ならば、週刊文春でおなじみの文藝春秋社、かつてはですね中道右派、まあまあ真ん中ぐらいだったんですが、もう今すっかり、まあ、こっち側ね、画面巻きってこちら側の論調が目立つ、もうほぼほぼ安倍のバーカが毎週載っている。どうしちゃったのかなと。先日社長を退任された、松井前社長がですね、あの有田芳生参院議員ととても親しい。というのは有田議員が盟友と確かツイートしてました。有田先生のお友達が、社長を務めるような会社なんで、こう傾斜していったのかなというのがネットのもっぱらの噂であったのですが、月刊花田のこちらのですね、花田和義さんはもともと週刊文春の名物編集長で、今も気にかけております。どうしたんだろうと。この対談で週刊文春も含めた文藝春秋社がクーッとなった理由を、あの半藤一利さん、歴史作家ですかね、半藤一利さんたちが理由ではないかと指摘しております。半藤さんも文藝春秋社の方で、編集長も務められたとのこと。でただ社にいた時は、まあ、そんなでもなかったんじゃねえかな的なことを指摘されております。ところが外に出て、まあ、ベストセラー作家になって、そしてその影響力が文藝春秋社に及んでいるのではないかと。半藤さんというと保守とかって分類されているんですが、私彼の著作、まあ、語り下ろしの著作を読んだ時に、え、この人左じゃんって思いました。というのはもう完全に戦後士官、占領士官というか、もう GHQ 士官というか、ソビエト万歳って言わない日記放送と同じような歴史観だなって、まあ、これは私が思ったんですけれど、でなんでこんな人が保守って分類されてるのかなと不思議に思いました。まあ、ただ私は学者でも何でもないんで、まあ、そんなもんなのかななんて思っていたんですが、いやどうやらやっぱりかなりこっちに寄っているというか、まあ、独自の世界観をお持ちのようで、その影響が文藝春秋にも影響している。確かに月刊誌の方の文藝春秋でも
年がら年中半藤さんのお名前を見かけます。部活なんかではちょいちょいあること、野球部なんかでですね、かつての強豪校その OB が口出ししまくってなんかおかしな方向に行っちゃっているあれ。そして、まあ、この対談によりますと、かつての文芸春秋社というのはもうカンカンガクガクの議論があって、それを紙面に生かしていた。ところが今はそういった議論がないのではないかと。平たく言うと官僚化しているのかなと。官僚化するとどうなるか。これが立ち悪いのがですね、有力 OB が現社長よりも偉い先輩後輩とかの関係で、組織としての権限はないんですが、ああした方がいいよ、こうした方がいいよ、どうかな、どうだろう、そう思うよね、的な、こういうプレッシャーがかかっていくと、徐々にこう傾いていく、まあ、そしてこう傾いた人間が編集権を持ったりすると、下の者が、現場の記者がいくらこうね軌道修正しようと思っても、いやこちらにってぐーっと戻されてしまう。そうやって徐々にしかし確実にこうなっていったのが今の文芸春秋社ではないか、ということをこのお二人は指摘されております。もうこのまま滅んでしまうんではないかなと。まあ、そういう形で組織が凝り固まっているんで、前社長をに、異議を唱えた現場の人間が11人ほどいたらしいんですが、みんな官職に追いやられたそうです。平たく言うと飛ばされた、組織のために良かれと思って声を上げた人間を粗末にする、実に官僚化。この官僚化とこちら側の、独裁体制というのは非常に近しい、まあ、トップダウンの構造なんで非常に近しくなるんですね。そしてよりこう傾いていく、ということを、指摘している西尾寛治先生と花田和義さんの対談、今月の月刊正論の、お立ち読みとしてご紹介いたしました。ご視聴いただきありがとうございます。またの機会もお付き合いいただければ幸いでございます。今回も最後にワンコのコーナーでお別れです。心臓完全勝利説というものが、赤が勝ち、ヤクザが撃ってバカがいる。あの病気だってあなたに会えたから。